皆様こんにちは今日は本当にこの何すか今の皆様が,が一番大切な大切にしないといけないことを皆様たちに伝えたいんです本当にちょっとね今物忘れが若者が激しくなったりいろんなことがありすぎて私が皆様に伝えたいことが 物忘れが激したよとかね、そういう方たちはまず首触ってみてください。首触って痛いよとかね、する人はね、脳に酸素が回らないんですよ。酸素が回らないから、それでこのなぜか脳の栄養も足らないし、結局脳のそのあの酸素が回らなかった場合、脳の細胞が早くこのなぜか死ぬことが多いんですから、脳の神経も 問題が発生しておることがありますのでよくこう揉んでてくださいねこう、あの、なんですか左が、左、えー、こっちが左ですか右です右、右のところが触ったとき痛いければ、あの、腸器まで中中神経のコントロールがならないんですよこれは脳だけじゃないで全身の問題があるから <laughs> 首ちゃんと触ってみて、あのー、自分の血流とか酸素とかちゃんと回さないといけないんですよ。特にみんなね目が悪いよしょぼしょぼするよとかしてスマートフォン見てねじーっと見てこういう状態ですのでこれがね一番悪いんですよ。ねそれで自分であのどんな病院に頼っててもこれはね難しくなるから。 自分ができる半径でやってみてください。左が悪いければ、あ左が悪いければ、これが胃腸と心臓のところ負担がある人が多いんですよ。だから、この血打ち神経とか、あの自分のね、あの体の異変が起きてることがのあの首触るければ大体わかります。だから 本当に、このなか、その、首マッサージ、ちゃんとやってください。やってて、例えば、このなか、鼻、鼻のところね。こうやって、どこに、この酸素を回すのか。ね。それで、あの、例えば、脳に回したりするければ、意識しながら、あの、吸って、止めて、しながら、 この酸素をもう1回回してくださいこれ絶対首ねマッサージしないでこういうやり方じゃないでマッサージしてからやってくださいそうするければあの自由主神経とか本当にこの何ですかこの,あの脳の酸素血流あの循環しやすくなるから脳の細胞あの守ることができますのでぜひ お願いします今この夏は首こりが激しないと大すぎですからこれが結局こういう状態であのじっとスマートフォン見すぎ次は自分の首はちゃんとねコントロールしないと後で必ずいろんな現象が起きやすいからあのちゃんとやってみてくださいね是非よろしくお願いします 首をマッサージした時に、うん、右側が痛いっていう時は肝臓とその肝臓の下が悪いんです、はいはい、じゃ左が心臓と胃腸のその下が悪いんです、はい、この自心神経のコントロールがならないからそこでこのなぜか肝臓が悪いのかあの胃腸心臓が悪いのか分からなくなる自心神経のそのねあのちゃんとね 神経がこの生きてるければ、あの割と自分の体をコントロールすることができますので、それをお願いします。うん、ある程度、あの痛いのが少しずつ、はい、あの痛みが取れてきますね、うん、人によると思うんですけれども、はい、その後、 鼻の片方を指で押さえて、息を吸って吐く運動をするんですね。うんはい、そう、酸素を回すんですよ。酸素を回す。息、うん、吸う時必ず目的が必要ですよ。はい